どこなんだコア。倒れるだけで腹筋ワンダーコア。いやだからね、破壊したいとは思ってるんだ。破壊したいと思ってるし、探してるんだけど、ここまで高くは飛べないのかな、あの子は。よいしょ。とりあえずちょっとここに避難できてるのかどうか知らないけど、ない。ないよ、マジでないよ。この上なんか行けそう。ちょっと待ってね、行ってくる私。届く？あ、来た。これは来たぞ。この辺、これだ。高濃度の魔素を帯びた結晶がある。バリアのエネルギー源となっているようだ。なるほど。マップ見たらわかるじゃねえか。結晶の中から魔物の気配を感じる。この魔素の結晶を破壊しますか？魔物の気配？何それ、恐ろしいんだけど、何？どれ？何？エネルギーバリアの要となっていた魔素の結晶を一つ破壊した。結晶から飛び散った魔素によって興奮している魔物が襲いかかってきた。うおー。でか。結構でかいよ。胸筋グリザード、マジっすか。ギャスモン。うわー、ちょっと、頑張ろう。倒せるかな。普通に弱くはないと思うんだ。お、ダメージゼロだった。やったね。いけみんな強いな。みんな結構強いな。あ、兜割りとかやめて、守備力下げられたら困る。とりあえず、この1個を、この3匹が閉じ込められとったん？あの魔素の中に。閉じ込められすぎだろう。多いよ。大丈夫か、体力は。とりあえず、今んとこ。でも、伐採マシンとベホマスライムがなんか体力一気になくなりそうな感じはあるね。耐えてくれ。そして頑張ってやっつけてくれ。お、おっしゃー。あれいいよね、なんか、シャッって攻撃して、通り過ぎたところで相手がサッって消えるの。ごめんね、擬音が多くって。わかりづらいよね。こういう感じ。すごい好きなんだ。ちょっと肩越しに相手がやられる様が見えるっていうのが。まあ、あと狂気メラだけやけん、いけるだろ。とか言ったら、伐採マシンがやられそう。頑張って、あ、大丈夫大丈夫。おっしゃ、いったー。三河思想を手に入れた。お、カイザードラゴンのレベルが上がったー。これで、お、なくなったか、バリア。よっしゃー。魔素エネルギーによるバリアが消滅したようだ。ということなので、まあ下に降りて、なんかいないっすかそこ。なんかいるんだけど、とりあえずほっとこう。なんかちょっとね、触れてはいけないもののような気がするから。この辺のモンスターいなくなった。じゃあちょっと普通に、お、いないし、なんもいない。逆に怖いけどね。アモールの水を手に入れた。お、いいよいいよ。これ階段なのか。落ちそう。アモールの水を手に入れた。あれはボスではない。そんなもので避けれるかよ。何これ何これ何これ。何これ何これ。何かしら、埋め立てられてるんだけど。あっちの方向。あっちの方向っていうか、こっちの方向っすか。とりあえず飛ぼうか、私。とりあえず飛ぼうか、私。この中は別に何もないよね。ちょっと一息ついてから。あれ？もしや、やっぱりあの上のやつを倒さねばならなかったとか、そういうパターンがあるのでは。この中入ってける？おー、びっくりした。後ろから。そして、ちょっとリアクターで。ん？あっこがある。ってことだから、ちょっとあっこ向かって、
飛んで行ってみて。やめてー、助けてー、助けてください、助けてください。世界の中心で愛を叫ぶ。この中か、この中がどうしたってんだ。この上がある、まだ。はい、落ちるー。あ、宝箱あるよ、宝箱。はい、4680ゴールド手に入れた。めっちゃ入れてくれとるやん。ラッキー。よし、ってことであの上に行きたい。今度はここの、え、行けます。お、おー、届かねー、わずかに届かねー。やべ、え、やべ。はい、うお、びっくりした。とりあえずなんかでっかい穴に入ったんだけど、ここでいいのかな。もうちょっとね、目的地びっくりマークとかさついててよ。最後までそんなに親切なわけはないか。てか洞窟とかそういうとこに入ったらないよね、びっくりマークとか。街の中とかさ、そういうなんかそういうとこではあるけど。そして私のバーディーはどこに行ったの、一緒にいないの。あとあの女の子と全く現れませんけど、私一人で戦ってますけど。ふーむ、何もなさげ。あ、あっこなんかバリア張っとる、またなんかぽい感じがするよね。じゃあとりあえずこっち側。はい、なんかいる。まあなんかいるけど、普通に普通のモンスターか。こっちは何もないね。じゃあちょっと飛んであっちに、こっち側に。あの辺も多分また破壊する感じのやつなんじゃないの、これ。これ。強力なエネルギーバリアによってフロアの入り口に弾き出されてしまった。バリアを消すために要となっているマサの結晶をリアクターで探し破壊しよう。ここまで戻された。マジで?いや、厳しいよ。しかもこの辺のモンスター復活してるからね。はい、行きまーす。キラーパンサー、行きまーす。やばいやばいやばい、やめて。追いかけてこないで。ちょっと、追っかけさん。よろしくないよ。ファンのマナーは守らなくっちゃ。いやー、ごめんなさい。なんでもないでーす。万能薬を手に入れた。うおー、飛び立とうと思ったのに。あっこのでっかい穴に入っていかねばならんのだね。こっちこっち。ってことやから、こん、ん?違くね?こっちだ。何をやってんだよ、私。ほらほら、またキメラが復活してるでしょ?ダメだよ、よろしくないよ、ほんと。はい、この辺から。はい、羽ばたけ、羽ばたけ。羽ばたけねー。この辺から行ったら早いんじゃない?ちょっと。よいしょ。はい、この辺から。行きまーす。どう?届いたー。よっしー。落ちる。落ちる。じゃあこの辺から、リアクターで、いろいろ見て。え、何にもないですけど?何にもないですけど、何か、あ、別の階にもあるってことかな。この辺だけとは限らんとかそういう、あ、あれあった。これだ。おっしゃー。ちょっと邪魔、君邪魔。超絶邪魔。はいはい、私の邪魔をしない。このマサの結晶を破壊しますか?ほい。何個やろ ?3 個かな、また。エネルギーバリアの要となっていたマサの結晶を1つ破壊した。バリアのエネルギーが少し低下したようだ。そして、次。あ、もうキメラは私を狙うのをやめたのかな?助かるよ。なんだ、また、わあ、もうまた来たよ。しかも数が増えたな。3匹から4匹に。こっちの方か?この辺。違うね。こっちの方にはもうないってことかな。ってことは、まあまた向こう側に。え、もうここまでしかないですけど。この辺。あ、
あれ、ないな。え、また一個下の階ですか、もしや。もしや一個下の階か。シュン。よし、探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。どこだよ。ないな。え、ないぞ。うん、ない。ってことは、ちょっともうちょっと向こう側に。飛び立ちたい。飛び立ちたい。どうだ。え、こっちの方結晶なくね？ん？君か。その向こうの結晶かと思ったじゃないか、邪魔だよ。こっちの方の、この辺の結晶どう？いや、何事もない。何事もないぞ。この辺大丈夫やね。大丈夫とかじゃなくて早く見つかれよ。あ、あそこにも穴あるのか。あの辺は？何もない。この辺。いや、何もない。え？ってことはちょっとこの辺。うおー。もうなんかコアの中さ、キメラ厄介だな。だいぶ厄介だな。ね。ここの小さい穴に、どこ？あっこだ。ちょっと待って、届かねえ。あ、届いた。届いた、届いた。あれだ！なるほど、あのモンスターがいる。ちょっと待って。はい、これ。これ。ん？これでしょ？一旦調べんとあかん感じですか？あ、なるほどね。調べて初めてこれでもやーってなるんや。このマサの結晶を破壊します。オッケー。エネルギーバリアの要となっていたマサの結晶を一つ破壊した。バリアのエネルギーが弱まってる。もう少しで消滅させられそうだ。ということだから、多分あと一個。ん？強フォレストドラゴンはいいから。てか君なんか宝箱守ってるね。じゃあちょっと。後ろから回り込みますよと。はい、世界中の雫ゲットー。あざっす。この上は？上には、もう何も、何もないね。ってことは、普通に、降ります。はい、そして羽ばたけい。あと、ん？あの上だ、階段がまだあるのか。じゃあちょっと上の階行くね。てか普通にさ、階段で上の階上がるのと、天井の穴から入っていくのでは、たどり着く場所が違うんやろうか。よし。落ちる、落ちる。ここに階段があった、あった。階段ね。んで、この、何かいるけど、この辺、この辺に、ん？これやっぱりさ、あれで上がってきたのと同じ場所よね。ちょっと待ってね。天井にさらに穴とかは、開いていないね。これはあれでしょ？この子でしょ？キングリザード。はいはい。ないな。マジでないんだけど。高濃度の魔素。ないぞ。あれにぶつかったらまた入り口まで戻されるけんね。これは違う。マジないんだけど。ん？あれは、あれは違うね。あ、一瞬穴かと思った。ちょっと待ってね。さらに、階段で上とかは、ちょい待ってね。階段。これか。違う、これ一緒だよね。一緒じゃない。さらに上がある？いや、一緒だよ。うん、一緒だわ。ということは、このすぐ下になんか、いや、何もないわ。ちょっと待って。調べてもないんだけど。どういうことだ。どこなんだ。
どこなんだコア。倒れるだけで腹筋ワンダーコア。今超唐突に思い浮かんだ。え、ないよ。どこ？アッコア、いや、アッコア関係ないか。え、マジでどこ？あ、こっちの階段行った、私。あ、こっちから来たのか。あ、あっちの通路行ってなくない？私。あ、そっか、ここか。あ、今。あったー。近づかないとわからないパターンっすか。はい。やっとあった。やっとだ、はい。嬉しい。結晶の中から魔物の気配を感じる。この魔素の結晶を破壊します。どうだ。エネルギーバリアの要となっていた魔素の結晶を一つ破壊した。結晶から飛び散った魔素によって興奮している魔物が襲いかかってきた。てかこれって飛び散った魔素によって興奮した魔物やろ？魔素の中から飛び出してきたとは意味が違う気がするんやけど。ねえ。魔素の中から魔物の気配がするって言ったけど、大丈夫っすか？呪われたけど。カイザードラゴンだけ呪われましたけど。てか今までずっと避けてきたこの魔物がいるじゃないか。頑張って倒さねば。あ、いいね、いいね。いい感じの会心の一撃が出てるよ。噛んだけどいいところで。いやー、宇宙の始まり。体力は大丈夫か？大丈夫だね。あ、とりあえず伐採マシンのマジックポイントがやばいな、ちょっと。回復しとこっか。お、いいぞ、いいぞ。ま、会心の一撃が出やすいのはいいんだけど。でも、とりあえず一旦ちょっとマジックポイントの回復をしたい。道具。魔法の聖水を伐採マシンに。はい、あとはお任せいたします。なんか自分を毒状態にしたけど、どういうことなんだろう。それによって攻撃力がアップするとか、そういうメリットがあるんだろうか。まあ、じゃないとそんな技使いたくないよね。まあ、人が動かしよるわけじゃないけん、そういう戦略があるのかどうかもわからんけれども。ああ、よかった。デフォーマスライブやばかったね、今。あ、だいぶやばいよ、それ、ちょっと。ちょーっとやばいよ。あ、ありがとう、ありがとう。あ、よかった。今ので回復してなかったら、ちょっと待って、カイザードラゴン。私落下した。やべえ。あと一歩早ければ。一応モンスターはやっつけれそうやけど。あとキメラだけやしね。余裕。おっしゃー、いい判断だよ、ベホマスライム。なんかね、なかなかこういう、自動で動きうる状態で、ザオラルを使ってくれることがないからね。ベホマとか、そういうのは使ってくれるんだけど、回復は使うのに復活は使わないっていう、ちょっと。いや、使ってって感じだけど、お、よしよし、いい感じ、いい感じ。ちょっとまたカイザードラゴンがやばい感じになってきたけど、お、ナイス判断。いけいけい。あ、伐採マシーン。マジックポイント一気にゼロになるね。ほんと。お、ベホマスライムのレベルが上がった。イェーイ。よし、これで、溶けただろう。何今のピコーンって。モンスターに見つかったとかそういうこと？マスエネルギーによるバリアが消滅したようだ。よし。向かうぞ。これで多分この辺の魔物はとりあえず一旦いなくなったと思うから。いるし。普通にいるし。何さっきのはたまたまいなかっただけということかな。さっきの向こうのエリアの時。ちょえ、危ねえ。え、待って、どこだっけ？ここ？こっち違くね？こっち？あ、この、あ、まだこれ上行ってないんか。ぶつかったー。なるほどね、私下の階にいるんだ、今。はい、飛ぶよー。あ、飛ぶよーはいいんやけど、これ多分たどり着けんな。普通にこっちから行こう。よし。普通にこっちから最上階へ向かいますね。
でもってやっぱりモンスター普通にいるし。で、あっちのバリアの先へ。さあ、飛べ、飛ぶんだ私。落ちないでね、下に。こっちだ、こっち。あ、ルーラポイントあった。ルーラポイントあったけど、なんかいるんすけど。うわ、危ない、落ちる。よし。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先にコア最深部前が追加された。ほい。ということだ。とりあえず一旦この辺で終わっておこうかなと思います。ルーラポイントもあったし。はい。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、もうなんか物語の終盤に近づいてきて、このコアで私の迷子力がめちゃくちゃ発揮される。